はい、どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回紹介するのはこちら。妖怪ウォッチのハワイオリジナル文房具。こちらの文房具は2015年11月20日から発売開始されたものです。まずこちらがミニ自由帳4冊セット。ジーパーニャン、そしてコマさん、かわいずら、そしてコマジロー、ウィスパーですね。ウィスパーはフラダンスを踊っています。で、裏面のイラスト見てみると、ケイタくんもいますね。あ、ふみちゃんも、いなほちゃんとかはまだいないのか。ちなみに自由帳の中は真っ白です。続いてこちら開封してみますね。ダイカット立体メモ。なんじゃそりゃ。これイラストは同じですね。ジバニャンとコマさん、コマジロー、そしてケイタくんとかウィスパー。で、立体メモなので、このジバニャンを折り返して立てることができると。なるほどね。続いてこちらがポップアップメモ。なんぞそれ。なんかいろいろ切り込み入ってるんだけど、いまいちよくわかんないね。これもなんかメモ帳だよね。切り離して使えるやつ。このおしゃれなキャリーバッグみたいなやつは何？ブロックメモ。おお、いろんなカラーのメモ帳になってるね。これイラストは同じか。ウィスパー、コマジロー、コマさん、ジバニャン。はい、続いてこちらが A7 サイズのメモ。これはどうなってんだろう。これも普通のメモ帳ですね。なんか切り取り線入ってるからちぎって使おうっていうことか。ラスト、こちらがメッセージメモ。よいしょ。これはちょっと細長いタイプになってるわけか。ここにメッセージが書けて、裏にここ from to のところがあるんで、なんかお土産とか渡すとき、こういうの1枚入ってるといいよね。ちなみにですね、今回紹介したこちらの妖怪ウォッチの文房具なんですけど、ハワイでしか買えません。発売場所は3箇所なんですけど、JTB ハワイトラベルプラザ、HIS ハワイリアリアラウンジ、そして 88T's カラカウア店の3箇所です。ぜひハワイ行った際はですね、チェックしてみてください。